こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では9月の18日に発売になりますユニクロ U の新作をですねレビューをしてみたいと思っています。毎年恒例になるんですが、今年もですねユニクロ U の秋冬の新作が発売になるわけですね。ホームページを見ていただくと、すでにどんなものがこれから並ぶのかをチェックすることができるんですが、今回の動画ではですねこちらを見ながら、僕たち30代40代の世代にはどれが合いそうなのか5つピックアップしながらですね解説をしたいなと思っています。本編に入る前に軽くユニクロ U についても解説をしたいなと思うんですが、ユニクロの中にもですね様々なラインがあるんですね。通常ラインだとベーシックなものが多く取り扱ってあるんですが、こちらのユニクロ U というのは著名なデザイナーであるクリストフ・ルメールさんという方を迎えて、トレンド感のあふれる着こなしというところを提案しているラインになるんですね。このラインというのは結構楽しみにしている方が多いんですね。特にですねファッションが好きな方の間では、毎年ですね新しいユニクロ U の新作が出るのを楽しみにしている方がすごく多いんですね。このデザイナーのルメールさんという方はですね自身のブランドも持ってるんですね。ルメールという名前なんですが、このブランドっていうのはですねなかなかのハイブランドで、値段もですね通常のユニクロのものに比べると本当に10倍近くするんですね。ですのでこの著名なデザイナーが作った服というのをですね、普通のユニクロとあまり変わらない価格帯で買えるというのはめちゃくちゃありがたいことかなと思っています。ただですねこういったデザイナーとコラボレーションしたモデルって結構デザインがぶっ飛びすぎてしまって、なかなか使いづらいということも少なくないんですね。ユニクロ U というのも確かにですね難しいものもあるんですが、ただですねユニクロ U のデザインというのはベーシックなところをある程度軸足としながらトレンド性のあるものも提案しているので、割とですね僕たち30代40代の世代でも使い勝手がいいものが多かったりするんですね。それでいて通常のユニクロよりももうちょっとトレンドによったものが多く取り扱っているので、ちょっと普段では手が出しづらいかなというものでもユニクロの価格帯でトライができるので、すごくですね次の一歩としてはトライしやすいのがこのユニクロ U のラインなのかなと思っています。そんなユニクロ U の新作の中から今回はですね5種類のアイテムをピックアップしてみましたので、これからご紹介をしてみたいと思っています。このチャンネルでは30代40代の大人の男性に向けてファッションの基本を分かりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それでは早速1つ目のアイテムからご紹介したいなと思うんですが、僕が気になったのはダブルフェイスオーバーコートというアイテムですね。こちらに写真があるので見ていただきたいなと思います。デザインとしてはシンプルなチェスターコートのような形になっているんですね。このアイテムというのは数年前にトレンドになりましたが、今ではもうすっかりとですね定番化していて、通常のユニクロでも取り扱いがありますし、さまざまなセレクトショップにいても必ずですねチェスターコートというものは並んでいるんですね。ジャケットの着丈を長くしたようなデザインになっていまして、かなりきれいめなコートなのかなというふうに思っています。ユニクロの定番的なチェスターコートもめちゃくちゃいいので、そちらも皆さんには秋冬にチェックしていただきたいなと思うんですが、ユニクロ U のチェスターコートということで少しサイズ感としてはゆとりがあるんですね。着丈も長いですし、ゆったりとしたシルエットになっているのが特徴かなと思っています。チェスターコートというのもトレンド的なところからもう定番的なところへと移り変わってきているので、皆さんもですねもうすでに持っているかなと思っています。僕もこれまで様々なチェスターコートを着てきたので、ちょっとですね変化球を取り入れたいだとか今っぽさを取り入れたいなと思った時にサイズ感を変えてみるというのは一つの良いアイデアなのかなと思っています。その点ですねユニクロ U のですねこのチェスターコートというのはサイズ感的にもトライをしてみたいなと思うような商品かなと思っています。そして何よりいいのが色合いなんですね。今回こちらのコートは2色の展開になっていまして、ダークグレーとブラックがあるんですね。ブラックですとかネイビーは結構多くの方が持ってるかなと思うんですが、このダークグレーという色っていうのは多分持ってない方も多いのかなと思っています。最近の流れとして結構このダークグレーと呼ばれるようなグレーの中でも濃いめで少し上品に見えるようなものがですねちょこちょこと増えてるかなと思っています。通常であるとグレーってやぼったいおじさんっぽいイメージがあったりするんですけども、このダークグレーというのは結構ですね都会的でシャープな雰囲気が漂って、僕自身もすごく注目しているカラーなんですね。僕の場合はですねグレーとネイビーという定番的なカラーがあったらついネイビーの方を選んでしまいがちなんですが、この深めのグレーっていうのは今っぽさもあって大人っぽくも見えるので、最近はですねすごく気になるカラーなのかなと思っています。
まあ、この2色であったら今季はですね、断然ダークグレーの方がおすすめかなと思っています。まあ、ちょっと実物を見てみないとわからない部分もあるかなと思うんですが、このダークグレーのチェスターコートはぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、唯一気になるのがサイズ感ですね。オーバーサイズのコートなので多分着丈も長くなるかなと思うんですが、その長さ次第で足さばきが全然変わってくるかなと思っています。あまりにも大きすぎたらちょっとパスするかなと思うんですが、 S サイズを選ぶか、もしくはかなり大きかったらワンサイズ下げて XS を選ぶか、ちょっとそこはですね、実物を見ながら検討してみたいなと思っています。はい、続いて2つ目なんですが、ユニクロ U のニットもですね、なかなか毎シーズンいいなと思って買い足したりしてるんですけども、今回もですね、いっぱい出てるんですが、その中でも特に気になったのがミドルゲージモックネックセーターというものですね。まあ、モックネックセーターというのは通常の丸首よりもですね、少し襟の高さのあるものなんですね。これがですね、僕自身はあんまり好きじゃないんですね。襟が高いものってモックネックだとか、あとはタートルネックというものがあるんですが、首が隠れるのって結構ですね、僕は不快なのであんまり好きではないんですね。ただこちらのモックネックセーターはそこまで襟が高くないので、今っぽい雰囲気が漂いながらもそこまで着心地が悪くないのかなと思っていて、今注目しているアイテムなのかなと思っています。まあ、色合いに関しては3色展開になってるんですが、中でも気になるのはナチュラルですね。まあ、色としてはほとんどホワイトに近いような形なんですが、ほんのり黄みがかっていて上品な雰囲気が漂うかなと思っています。まあ、ついですね、秋冬の着こなしって暗くなりがちなんですよね。特にコートだとかダウンだとかは濃いものを選ぶことが多いので、まあ、そういうものってやっぱり面積がそれなりに大きいので全体の雰囲気としては暗くなりがちなんですね。その時その内側にこういったナチュラルカラーのニットなんかを入れると、差し色としてもですね、すごくバランスがいいのかなと思っています。このニットは色合いがすごくいいのと、あとはリブの部分がすごく雰囲気がいいかなと思っています。首元のリブも結構大きめですし、あとこの腕の部分にもですね、ちょっとリブが入っていたり、ちょっと変則的なリブ使いになってるんですが、まあ、そういった細部にもデザイン性というところを持たせているのがすごく気になるポイントかなと思っています。おそらくこれは僕外さないかなと思うんですが、ナチュラルカラーというのは結構早めに売り切れてしまうと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。で、ニットにおいてはもう一つご紹介したいなと思ってるんですが、リブクルーネックセーターというものですね。こちらも丸首のニットになるんですが、まあ、先ほどのモックネックに比べるとより通常の襟型かなというふうに思っています。まあ、デザイン的にも癖がなくて非常に使いやすい感じになっているので、まあ、2つを比較してどちらかを買うかもしれないし、気に入ったらどちらも買ってしまうかなとは思うんですけども、こちらの方がよりベーシックで使いやすい形になっているかなと思っています。色は3色構成になっていて、まあ、どれもいいんですが、僕が気になるのは、まあ、ダークグレーですかね。まあ、先ほどのチェスターコートも同じ色合いだったかなと思うんですが、この深めのグレーというのがすごく品があっていいかなと思うので、この色からまずチェックをしてみたいなと思っています。そしてあとダークブラウンというのもですね、またこう絶妙な色合いなんですね。ブラウンの中でも曖昧なカラーで、まあ、今季のユニクロ U らしいなという感じがしています。まあ、春夏に関してはユニクロ U のエアリズム T シャツでこのような色合いのものがありまして、結構それが重宝したんですね。まあ、最初はとっつきにくいなと思ったんですが、ブラック系のパンツで合わせるとですね、結構相性が良かったですので、この色も結構気になるところかなと思っています。このあたりは蓋を開けてみないとわからないところかなと思うので、実物を見て試着をしながらですね、また決めてみたいなと思っています。はい、続いて3つ目のおすすめの商品なんですが、スウェットプルパーカー長袖。これはですね、もうユニクロ U の定番的なアイテムになってるかなと思います。いわゆるパーカーなんですけども、これがですね、めちゃくちゃバランスがいいんですね。まあ、ユニクロには通常版のパーカーとこのユニクロ U のパーカーというものがあるんですが、僕は両方とも買っていて手元にあるんですけども、やっぱりユニクロ U のものの方が少し地が厚くて、細部のデザインがですね、非常にこだわっていて、バランスの一着になってるかなと思います。他にも僕はパーカーが好きで、エストネーションのオリジナルですとかジェームスパースのパーカーなんかを持ってるんですが、そういったものと比較してもかなりユニクロ U のパーカーっていうのはバランスのいい仕上がりになってるかなと思っています。まあ、色の展開としては5種類あるんですけども、まあ、ブラックがまず鉄板だと思うんですね。毎シーズンブラックって結構早めの段階で売り切れてしまうので、まだ持ってない方はぜひですね、ウェブでもいいですし実店舗でもいいですし、早めに購入することをお勧めしたいなと思っています。僕自身はブラックは持っているので他の色にトライしてみたいなと思っているんですが、中でも気になるのは、
ブラウンとピンクなんですね。まあ、ブラウンに関しては結構トレンドカラーになっているので様々なブランドで展開してるんですが、まあ、ブラウンというよりはですね、かなり曖昧な色でちょっとブラウンとピンクが混ざったようなすごくいい色合いかなと思っています。これはですね、ちょっと実物を見てみないとわからないかなと思うんですが、一回ちょっと試着をしながらトライをしてみたいカラーだなというふうに思っています。そしてもう一色気になっているのがピンクというカラーですね。まあ、ピンクというとすごく女性的なイメージだとか子供っぽいイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、こちらのピンクに関してはベースは白なんですね。白に対して一時的ピンクを垂らしたようなすごく柔らかいほんのりとしたピンクの色合いなので大人っぽくて使いやすいかなというふうに思っています。まあ、どちらかというとこの2色の中ではピンクの方が使い勝手がいいかなと思うんですが、これはですね、実物を見てみないと何とも言いづらいところかなと思っています。やっぱりですね、実際に見るのと写真で見るのとでは全然イメージが違うっていうこともあったりするんですね。写真って結構ですね、瞬間的に美しいものが撮れたりするんですよ。なので実物とだいぶ雰囲気が違うなということもあったりするので、これはですね、実際に現場で見ながら最終的な判断を下したいなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスをご紹介してみたいなと思っています。まあ、ユニクロ U って僕は基本的にボトムスを選ぶことはあんまりないんですね。ワイドパンツが結構ユニクロ U は多いので、そうなるとですね、ウエストがぴったりと合うものがないので僕は買わないことが多かったんですが、今回はですね、ワイドフィットテーパードパンツというものをですね、ちょっと買ってみたいなと思っています。まあ、今トレンドになっているちょっとビッグシルエット寄りのパンツではあるんですけども、テーパードシルエットになっているので、もも周りですとかお尻周りは結構ゆとりがありつつも、膝から下はやや細めになっているので、まあ、僕たち30代40代の男性でも比較的トライがしやすいかなと思っています。まあ、最近動画にしましたスマートアンクルパンツというものがあるかなと思うんですが、その形とそんなに遠くはないかなと思っています。その形よりももう少しワイド売りにしたようなパンツかなと思うので、ちょっと今っぽいパンツにトライをしてみたいなという方にはこのパンツというのはおすすめしやすいかなと思っています。まあ、僕はちょっとサイズ的には XS を選んだ方がいいかなと思っているので、ウェブで購入をしようかなと思っているんですが、色に関してはまあブラックかネイビーで濃い色を選んだ方がバランスがいいのかなと思っています。上半身にオフホワイトのニットを着たりですとか、あとはブラウンのパーカーを着たりして、ボトムスをブラックとかネイビーで引き締めると非常にバランスがいいかなと思うので、このパンツも僕は注目をしている一本なのかなと思っています。ただですね、まあ、僕のようにちょっと小柄の男性だとか痩せ型の方は XS を選んだ方がいいかなと思うんですが、オンラインでしかこのサイズって売ってないんですね。結構ですね、早い段階に売り切れてしまうので、まあ、発売日当日に XS というところはチェックをして、なるべく早めに購入をした方がいいかなと思っています。そして最後5点目なんですが、僕が気になっているのがフリースシャツジャケット長袖というアイテムですね。まあ、これはですね、最近ちょっとトレンドになっているシャツっぽく見えるんですが、生地がちょっと厚めでアウター感覚で羽織れるような商品になっています。まあ、春夏もですね、僕はこういったものを買って結構ですね重宝したので、まあ、秋冬に関してもこちらはですね、ちょっとトライをしてみたいなというふうに思っています。まあ、フリースの素材というところで素材感がちょっと気になるところではあるんですが、ちょっとですねミリタリーっぽい雰囲気を漂うアイテムなんですが、胸ポケットがついているところがアクセントになっていて非常にバランスがいい雰囲気かなと思っています。色に関してはですね、悩みどころではあるんですね。まあ、正直ですね、ブラックが鉄板で使いやすいかなと思うんですが、まあ、ダークブラウンというところの色合いというのもですね、ちょっと今っぽくて雰囲気がいいかなと思っています。まあ、写真を見るとちょっと混じり気のあるようなブラウンなのかなと思うので、この感じが実物を見た時に安っぽく見えなかったらブラウンが買ってみたいかなと思っています。まあ、サイズ感に関してはちょっと緩めに着たいなと思うので、 S サイズなのかもしくは M サイズなのか、ここは実物を着ながらですね、自分の気分に合うものを選んでみたいなというふうに思っています。正直ですね、これは買うか買わないか五分五分というところかなと思っています。現段階では僕の中では気になるアイテムだと思っていますし、30代40代の男性でも比較的似合いやすいかなと思いますので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では9月の18日に発売になりますユニクロ U の秋冬の新作の中からですね、僕たち世代にも似合いやすそうなものを5つピックアップさせていただきました。まあ、結構ですね、もうユニクロ U って長くやってるので見慣れたアイテムも多いかなと思うんですが、その中でもちょっと色の雰囲気が変わるだけでだいぶですね新鮮な雰囲気が漂うのかなと思っています。僕自身もですね発売をすごく楽しみにしてるんですが、今のところ今回ご紹介した5つが気になるところではあるんですが、実物を着たらこれは良かったなだとか、意外と今回ご紹介してなかったけどこれが良かったっていうものがあるかなと思うので、その答え合わせは9月
18日当日にですね、実物を買ってまた動画を撮ってみたいと思いますので、ぜひ皆さんには楽しみにしていただきたいなと思っています。結構ですね、ユニクロ U のアイテムというのは人気が高くて、それが年々加速してるかなと思っています。最近はですね、このように YouTube で解説する方も増えたので、その影響もあってか、ウェブでの売り切れがめちゃくちゃ早いんですね。ですので皆さんもですね、9月18日になったらぜひオンラインで商品をチェックしていただきたいなと思っています。特に端っこのサイズって売り切れるのが早いんですね。 XS だとか大きめのサイズというものからですね、どんどんサイズ切れが起こるので、ぜひ早めにですね、商品をチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。